あっ電話だああも,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 も、もしもしあど、どこんばんは助けは必要なんでちょっとバカなことなんだけどさえ、あなたのお名前はジェイコブ・コバっていいますコバさん通話を対話を続けるために対話オプションをクリックしてくださいあこれってことどどこですか 全然土地勘ないんですけど。僕の猫が木の上のおもちゃって降りてこないんだ。ものもうす、もうすごく暗くて消防隊を呼んでもらえないかな <laughs> えー、あああえ,えじゃあ、ど、うどうだいえ、ど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 どちょっと登ってみてどうですか実はそんなに高くないんだ。でも、すごく暗くて。 マジかよ。えそれはうちのニャンニャン隊をじゃあニャンニャン隊を送りますはいうちのニャンニャン隊はい事件<え>を、誰誰を,誰をう,うちのえー、っとうちのタワちゃんを発見しますすごくあの運動神経がいいんです現場がどっ ちょ、ここが終わったら、ここが終わったら。ここは何猫の持ち主はペットは木から降りることができないと。<laughs> ペットの木のやつかちょっと待ってて、ペットは待っててね。ペットは多分ね、すぐね、どうにかなるから。オッケーまた猫かうちのニャンニャン隊を遅らせます。タワちゃんがいいと思います。運動神経が良いので。 多分、タイガは木に登れないと思います。体が重いので。パワー型なので。うん、お,おあはい、すぐに。木の上 <laughs>、にゃんにゃん隊、うちの、にゃんにゃん隊を向かわせます。みんなすぐ木の上から降りれなくなるな。これはにゃんにゃん救助し、 専用の舞台が必要にかもしれないなぁ。にゃんにゃん隊が。